加藤影政県庁元年3月19日は、鎌倉時代前期の投稿で、愛知県瀬戸市域を中心とする瀬戸焼の開祖とされる。通称は白左衛門。これを略して、東四郎とも呼ばれた。豪は春慶。加藤景蓮の弟と伝わるが、その実像については、不明な点が多い。現代の瀬戸、美の界隈では、 投稿の本家の闘争として語り継がれている伝説的人物。一般的な説では、女王2年に道元と共に、南宋に渡り、5年後のカロ三3年に帰国の後、全国を放浪した後に、終わり国の瀬戸で陶器に適した土を見つけて、13世紀中頃の忍字3年頃、釜を開いたとされている。一方で、漢文12年の茶器弁玉集には、 道元との日宋以前から瀬戸で養業を営んでいたとの記述もあるという。この加藤元道も東四郎を名乗ってその家は十二代に渡って続いたとされ、現在も愛知県瀬戸市には深川神社の境内医者として影正を祀った東美子神社が存在する。その一方で瀬戸で茶入れが焼かれたのは室町時代であるとされ、影正の作品とされるものでも、 制作年代に疑問を持たれているものもある。また、カマートの発掘調査に基づく、考古学の研究成果では、西遊技法を持つ瀬戸洋が成立したのは、平安時代中期の海遊陶器洋からであり、影政の海祖伝説の年代とは全く一致しない、ことが明らかとなっている。ただし、瀬戸で無遊の山茶湾洋の時期を経て、再び遊約を用いた。 陶器製造が復活したのは、鎌倉時代前期の12世紀末であることが、発掘調査により判明しており、かつ、道元との日創以前から影政が政党を営んでいたなどの戦術の伝承などを勘案すると、陶祖が存在した時期と小瀬戸様式の成立時期は、概ね近しくなるため、影政あるいはそのモデルとなった人物が、山田軍に鎌を定め、政党法を、 瀬戸界隈に伝え、瀬戸焼の基礎を構築した可能性も否定はできないとも、されている。影正の遺徳をのぶ祭りとしては、1962年に、瀬戸、闘祖祭りが、愛知県瀬戸市にて始まり、毎年4月下旬頃開催されている。現在瀬戸、美濃では、闘祖と言われると、加藤影正のことをさすが、影正の子孫並びに末裔が、美濃国に移り住み、 影正の末裔が、それぞれの村での闘争とされ現在に至っている。明治38年、聖五位を追蔵された。ありがとうございます。